こんにちは。今日の講義は書籍、幸せに尽くされる女性になるために捨てるべき50のこと、鎧を脱ぎ捨てて尽くしたい男の本能を刺激しようについてです。この書籍は著者田畑雄二によって書かれ、多くの女性たちが抱える恋愛や結婚における悩みを解決するための方法を提供しています。この書籍の中心的なテーマは、男性の本能を刺激して彼が女性に尽くしてくれるようにするためには何を捨てるべきかということです。著者は男性が女性に尽くしたいという本能があることを強調し、その本能を呼び起こすための具体的な方法を尽くさせメソッドとして提案しています。この尽くさせメソッドを実践することで、多くの女性たちが夫やパートナーからの尽くしを実感しています。例えば結婚十数年全く動いてくれなかった夫がこの方法を実践した結果変わってくれたという具体的な声も紹介されています。著者は尽くすことで報われないと感じる多くの女性たちが、実は尽くしたいという男性の本能を理解していないだけで、適切な方法でそれを刺激すれば変わることができると説明しています。それは愛されたいと頑張っているからではなく、逆に愛されるために尽くすことが大切だということです。この書籍では尽くしても報われないと感じる女性たちが捨てるべき50のことを具体的に紹介しています。それは行動や思考、態度など様々な面にわたりますが、その中で最も重要なのは自分自身を信じ愛することです。愛されたいという気持ちから自分を犠牲にしてしまうことなく、自分自身を大切にすることで相手も自然と尽くしてくれるようになります。さらにこの書籍のご購入特典として、著者田畑雄二が直接教える音声セミナー、思わず男があなたに尽くしちゃう秘訣も無料でプレゼントされています。このセミナーでは書籍で紹介されている内容をさらに深く理解し実践するための具体的な指導が受けられます。この書籍は尽くしても報われないと感じる女性たちの悩みを解決し、幸せな恋愛や結婚を実現するための貴重なガイドブックと言えるでしょう。著者田畑雄二のユニークな視点と実践的なアドバイスにより、多くの女性たちが新しい恋愛の形を見つけ、より充実した人生を送ることができるようになるでしょう。この書籍を手に取り、あなたも幸せに尽くされる女性になる第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。この書籍が持つ深い洞察は、恋愛やパートナーシップにおける人間関係の本質を捉えています。著者の提案する尽くさせメソッドは恋愛心理学や男性心理に基づいているため、その有効性は非常に高いと言えます。恋愛におけるコミュニケーションの質を向上させることで、相手との関係がより深まり満足度も高まるでしょう。またこの書籍が触れている男性の本能やテストステロンといった要素は生物学的な背景に基づいています。これらの要素を理解することで、男性の行動や反応をより正確に予測し適切に対応することが可能となります。これは恋愛だけでなくビジネスや人間関係全般においても非常に役立つ知識となるでしょう。さらに著者が提案する具体的な行動や態度の変化は、自己啓発や自己成長の過程にも関連しています。自分自身をよりよく理解し他者との関係をより良くするためのヒントが満載です。これは自分自身の生活の質を向上させるための実践的なアプローチとしても活用できる内容と言えるでしょう。この書籍を読むことで、恋愛の成功だけでなく人間関係全般の質を向上させるための洞察を得ることができます。相手を理解し尊重し信頼することで、より深い絆を築くことが可能となります。さらに自分自身の内面と向き合い自己啓発の道を歩むことで、より豊かな人生を築く手助けとなるでしょう。このような視点から、この書籍は単なる恋愛のガイドブックを超えた人間関係と自己成長のための実践的なツールとしての価値があります。著者の提案する方法を取り入れ日々の生活に生かしてみてはいかがでしょうか。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら健康な体と心があってこそ人生を満喫し目標に向かって努力することができるからです。そこで健康と美容に特化したプログラムを提供するライザップを紹介します。まずライザップ結果にコミットプライベートジムは、
専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供しています。トレーナーが作る専用プログラムにより、それまでに続かなかったダイエットやジム通いが苦手だった人にもおすすめです。食事制限もなく、健康的に痩せ、理想の体を手に入れることができます。また30日間の無条件全額返金保証もあり、安心して取り組むことができます。さらにライズアップウーマンは女性専用のプログラムで、洗練されたプロポーションに導くためのサービスです。ウエイトトレーニングやファンクショナルトレーニング、ストレッチなどを含むオリジナルのトレーニングメニューを提供し、個々の目的や状態に合わせてサポートします。さらに低糖質だけでない栄養バランスに優れた食事管理や美容マシンを活用した脂肪燃焼に効果的なアプローチも特徴です。これらのプログラムはダイエットだけでなく、健康管理にも特化したニーズに応えるものです。体の健康と美容を同時にサポートすることで、より充実した人生を送ることができます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。